高橋裕二は岩手こいテレビのアナウンサー。2001年4月に岩手こいテレビへ入社。2020年現在、同社のアナウンサーでは、最年長であり、デスク業務にも従事している。情報番組、ピンクの尻尾などを担当後、夕方の報道番組、ミッドスーパーニュースに起用され、千葉エ子とのコンビでメインキャスターを務める。2011年、 キャスターを更新に譲りデスク業務中心となった直後、東日本大震災が発生。郷里の宮古市など沿岸各地で取材に従事。その後、夕方の報道番組に復帰し、現在に至る。同社には、スポーツ実況ができるアナウンサーが少ないため、現在も春高バレーの時期には報道番組を欠席し実況、取材に当たるほか、全国大会の実況もこなしている。 実績を買われ、フジテレビが放送を行うバレーボールワールドカップ中継にも起用された。バスケットボールの実況も得意とする。大学在学中からセンスを活かし、当時の流行であった一国道のモノマネを披露していた。フジテレビが関与した映画カンフーハッスルの日本語吹き替えに出演している。また古立一郎のトークライブは欠かさず見に行っているという。現在過去。 ありがとうございます。